だから何を言っている。船長さん、服乾きました。ありがとうございました。それはよかった。体は温まったかい？はい、温まりました。そうか、体調を崩すかと心配したけど、若い人は元気だね。私も年の割には体力に自信があるが、君たちのようにはいかないね。そりゃそうだよな。本来ならもう定年退職している年ですよ。でも人手がないとかでどうしてもと引き止められてしまいましてね。この仕事が好きですし、もう少し部下の成長も見たかったから、それならと半年だけ仕事を続けているんですよ。おかげで妻には怒られました。定年後の旅行が延期になってしまいましたから。これが私の最後の後悔なんです。今度こそ引退です。そうだ、君にこれをあげよう。仕事を辞める私にはもう必要ないものだからね。おお、何を言っている。だから何度言えば。やあ、気をつけて。やあ、どうも。服は乾きましたか？はい、ありがとうございました。いえいえ、よかったです。副船長の小田さんは何かひどく悩んでいるようだ。仕事の悩みですか？仕事も少し関係しているかもしれませんね。実は好きな人がいましてね、思いを打ち明けるかどうか迷っているんです。その人はこの船に乗っているんですが、港に着いたらもう会うことはないと思うんです。仕事に対してひたむきですごく頑張っていて、それを見ているうちに力になりたい、支えたいと思うようになりました。その好きな人って。その好きな人って深澤博士の助手ですか？違いますよ。正直彼のことは全く印象にありませんし、そういう感情はありません。深澤博士です。あの人のことを思うと
胸が苦しくなります。これは深沢博士に無理を言って取ってもらったものです。港に着くまでに彼女に僕の気持ちを伝えようと思っているんですが、それで深沢博士を煩わせて仕事の邪魔をしたくありませんし、告白して断られでもしたら港に着くまで気まずいじゃないですか。だから告白できないでいるんです。そうだ、もしよかったら深沢博士にそれとなく僕の印象を聞いてきてくれませんか。深沢博士も僕のことを悪く思っていないようなら告白したいと思います。変なこと頼んですみませんが、お願いします。いや、あら、どうも。風邪はひいてませんか？はい、大丈夫です。海底の影はまだ動きがないみたい。船の燃料もそんなにないらしいから、調査もそろそろ時間切れかも。ああ、もっと融通の利く船長が良かったわ。と言っても、もともと予定していた調査のデータは集まってるから、感謝しなきゃ。大学に戻ったら論文を書いてすぐ次の調査の準備もしないと。ああ、それと、ごめんなさい、私仕事の話ばっかりしてるわね。仕事が好きなんですね。うん、好きは好きなんだけど、それだけじゃないかな。私の場合意地もあるかな。認めてもらいたいとか、見返してやりたいとか。私、20代で海外の大学で教授になったの。30の時に帰国して、そのまま国内の大学でも研究を続けているんだけど、周りの先生は40代とか50代の経験豊富な方ばかりで、私は子供扱い。だから実績で見返したくてね。今は研究一筋よ。そういえば友達にも随分会ってないな。海外で研究員をしている時に結婚してたんだけど、私も忙しくしてたし、
相手もビジネス第一の人でね、すれ違いが多くなってすぐに別れちゃった。それで余計に仕事ばっかりになったのかな。ま、後悔はしてないけどね。つかぬことをお伺いしますが、副船長の小田さんいますよね。彼どんな人物ですか？小田さん？そうね、真面目でいつもきちんと挨拶してくれて、特に悪いことをするような人には見えないけど、小田さん何かしたの？いえ、何でもないです。そう、彼は誰にでも親切で明るくて頼りがいのある人よ。私はいい人だと思うな。なるほどね。静かに。ああ、待ってたよ、深澤博士。僕のことどう言ってました？告白したら絶対に OK してくれますよ。保証します。本当ですか？いや、どうしよう。そうだ、ちょっと待っててください。すみませんが、この手紙を深澤博士に届けてくれませんか？封はしていませんが、決して中は読まないでくださいね。いや、
よし。あら、今度は何？副船長の小田さんが深澤博士にこれを渡してほしいって。小田さんが私に？小田さん、私のことをそんな風に思っていてくれてたなんて。この写真、小田さんと撮ったものなの。彼にぜひと頼まれて。でも私、まんざらでもない顔してる。手紙届けてくれてありがとう。返事を書くからちょっと待ってて。お願い、これを小田さんに渡してください。封はしていないけど中身を見たりしないでね。あら、気をつけて。待ってましたよ。深澤博士、なんて言ってました？これを渡してほしいって。僕に？小田さんの気持ち、とても嬉しいです。私も打ち明けたいことがあります。明日の朝、選手で待っています。だって、やったありがとう。君が橋渡しをしてくれたおかげだよ。はあ、早く夜が明けないかな。お礼と言ってはなんだけど、受け取ってくれ。いや、何を言っている。何度言えば。何を言ってる。何度言えば。ああ、消えたってどういうこと。
すみません、ちょっと目を離した隙に。博士、影の動きがつかめなくなったのであれば、これ以上の観測は危険です。急ぎ、この海域から離れます。わかりました。副船長がいないな。今の時間は巡回か。副船長さんですよね。僕が探してきます。そうですか、ありがとう。それではお願いします。私は先に操舵室に上がっています。副船長は今は船尾の方で巡回をしているはずです。どうしました？船長さんが呼んでいます。船を出すそうです。操舵室で待っているって。何かあったのか。分かったよ、知らせてくれてありがとう。君たち、あそこに救助ボートがある。そこに向かいなさい。深沢博士を。
ー。